えっと、眼と眼いれんの目が開かないくなっちゃったので皆さんいろいろテープ貼ったりしてると思うんですけどここに今こうやって最初はこうやって引っ張ってただけでもちょっと緊張とかあとまあ見,え見るという意味ではこうやって見る。 こっち上げちゃダメなんでこうやってみるっていうのでただやっぱり1日2日あって同じ刺激を与えてるとやっぱりなんかこうえと力が足りなくなってくるというかなのでこうよりこう 強い力で引っ張ったりちょっと方向性を今こう引っ張ってるんですけどこっちに引っ張ってみたりとかその刺激をちょっと変えていかないとまたこうどんどん開かなくなってきちゃうので今日はこの下に引っ張ってるのにプラスしてこっからでただこう。 ただこういうふうに貼っても引っ張る力が弱いすぎるのでここ,こにこう貼って一回こう頬骨を上げて上げている状態でバンドエードテープを思いっきり伸ばして張力満帆にしたところでこう貼って で,で普通にこう普通の顔に戻すとグッとかなり強い力で引っ張られるんでで今ここ下に引っ張っちゃったんですけど今日の感じだとすごく外に。でこっちにこっちに引っ張りたいんで。 そうするとかなり下方向外方向にこうやって伸ばされてる感じでこの辺の緊張とか痛みもちょっと和らいであとまあちょっとは見えやすいかなっていうあと今マウスピースしてるんですけどこれ個人的ですけど。 ずっとここにこうテープ貼ってたら顎が開かなくなってきちゃってもともと顎関節がひどいのでマウスピースをしてないとこここう多分こう押さえてるんで顎が全然こう開かなくなっちゃってマウスピースをしていますがテープの貼り方はこうやって工夫してあとやっぱり目の周りの 皮,皮膚がすごく薄い誰でも薄いと思うんであのテープかぶれでやっぱり貼って剥がして貼って剥がしてをやってるともうこの辺のヒリヒリがひどいのでその地になるさっき貼ってた肌色みたいなのをこうやってずっと貼っといてそれ剥がさないようにしてその上からこうやってった方が やっぱりどうしてもこう貼って剥がして貼って剥がしてってやるともうここら辺がボロボロになってきちゃってたんでちょっと剥がさないでこうガードしてこう下に地になるものを貼っといてその上からこういういろんなもので引っ張るっていうのがいいかなってちょっと思ってます。頑張ってやってみてください。こっちはかなりこうこう寄せてから引っ張ってるんで。 これで右目はかなり今見えやすくなってる感じです。